見ぬ顔だな。そこもと、名は。名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは。そこもとよ。ぜひ、それがしと、立ち会ってもらおう。やはり死なぬわな。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしをかように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は何だ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬので、ただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何を。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ、それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ、幾度でも斬られてやれるぞ。どうじゃ。承知した。よし、ではやろう。刀を振らば気も紛れるというもの。しからば参る。まだまだ。さらに参るぞ。お見事。そこもとの背中のその大立ち、それは何だ。これはただの太刀だ。まことか。ああ、ただの太刀だ。そうか。もしそこもとの思い違いだったならば言うてくれ。背中の大立ちについて話してくれる気になったか。それがまことは何なのかを。不思議りだ。なんと、まことにあったか。ならばそこもとよ、不思議りで我が品図を立ってはくれぬか。断る。じゃが。断る。そうか。無理強いはせぬ。だが情けと思うならば頼む。心変わりしたならばいつでも言うてくれ。そこもとよ、それがし。承知した。かたじけない。そこもとの腕ならば苦しまず行けるというものだの。ああ、任せろ。関城殿にも礼を言わねば。次にそこもとが来るまでに死での準備をしておこう。次にそこもとが。ようやく行ける。追いバラを切れなんだ無念。ようやく
覚悟は変わらぬか。ああ、そこもとに切られたいのだ。承知。さあ、やれい。